そこで急遽田辺の進化したそのテクニックを見せてもらうことになった。用意された設定は30メートル四方の真ん中にスタンドに立てたキュウリを1本置き、ボンネットの先に包丁を取り付けた車でドリフトさせながら近づき、そのキュウリを一発で切るというもの。しかし刃の長さは20センチしかないため、当然20センチ以下の距離に近づかなければ切断は不可能である。だが本当にそんなことができるのか、今田辺の車が発進。なんと見事にキュウリを切断。もう一度見てみよう。怖い。わ、すごい。田辺は包丁のど真ん中でキュウリをカットしている。すごい。これは10センチ以内に近づいたということ。なんという恐るべき車体コントロール。確かにこのテクニックをもってすれば4トントラックといえども制覇できるかもしれない。